国王一座は、ウィリアム・シェイクスピアが、雑木劇作家として、長らく在籍していたことで知られる、イギリスの劇団である。女王エリザベス一世の知性においては、区内大臣一座の名で活動していたが、1603年に、新国王ジェームズ一世が即位して、劇団のパトロンとなったのをきっかけに、国王一座と解消した。1603年5月19日に交付された。 国王一座の設立直居場では、ローレンス・フレッチャー、ウィリアム・シェイクスピア、リチャード・バーベッジ、オーガスティン・フィリップス、ジョン・ヘミングス・ヘンリー・コンデル、ウィリアムス・スライ、ロバート・アーミン、リチャード・カイリーその他の同僚たちといった順番に、俳優たちの名が列記されている。名を挙げられた9人は、区内館待遇となっており、1604年3月15日には、 国王大冠式用の清掃を仕立てるために4ヤード半の赤布が9人全員に供与されている。ジッチョ・ザ・ヒストリー・オブ・ザ・ツー・メイズ・オブ・モア・クラックのタイトルページに描かれたロバート・アーミン。国王一座は最初の陶器となる1603年12月から1604年2月に8回の宮廷公演を行っている。2度目の陶器には11回の宮廷公演があり。 シェイクスピアの戯曲7作や、ベン・ジョンソンの戯曲2作などが上演された。これは、エリザベス女王時代に比べて2倍近い公演回数である。そのため、国王一座は新たな人手が必要となり、1604年には株主の人数も8人内宿人から11人に増えている。新しい株主の中には、ジョン・ローインやアレクサンダー・クックといった顔ぶれがあった。 新しいメンバーの一人、サミュエル・クロスは、間もなく創生したため、代わりにニコラス・トゥーリーが参加した。1605年には、オーガスティン・フィリップスの死という事件があった。フィリップスは遺言書において、シェイクスピアやバーベッジ、その他8人の同僚と2人の見習いに財産を移存し、使用人にも5ポンドを残している。1605年から1606年にかけての、 当期には10回の宮廷公演があったが、1606年には、デンマーク国王クリスチャン4世への公式訪問があったため、珍しく、夏季にも3回の宮廷公演が実施されている。こうした、宮廷公演1回につき、支払われる報酬は10ポンドであった。この年の夏季は従業公演を行い、7月には、オックスフォードに滞在していたことが明らかとなっている。 1606年から1607年の冬季宮廷公演は9回行われているが、このうち12月26日の公演では、リア王が演目として取り上げられている。次の1607年から1608年冬季には13回もの宮廷公演が行われた。1609年7月から12月の間は、ペストの流行によりロンドンの劇場が閉鎖されている。この間、 国王一座は地方へ巡業に出ており、10月下旬にはコベントリーに滞在していた記録がある。この年の8月、バーベッジ家の所有となっていたブラックフライヤーズ座の株式が分担所有されることとなり、国王一座のメンバー5人と、その他2人で7等分された。スライがその後間もなく指揮をしたため、その所有株は他の6人で分けられることとなった。こうして、 ブラックフライヤーズ座は事実上国王一座の所有となり、グローブ座と並ぶ国王一座の活動拠点となった。これは国王一座にとって非常に大きな意味を持っていた。野外劇場であったグローブ座と異なり、屋内劇場であったブラックフライヤーズ座では天候に関わりなく上演できたためである。ブラックフライヤーズ座はステージを含めて20メートル14メートルの 大きさであったと考えられている。屋内劇場の端所は、当時の建築技術上の制限から、野外劇場ほど大きなものを作れないことで、グローブ座の最大収容員数が2500から3000人であったのに対して、ブラックフライヤーズ座は数百人が限度であった。それでもブラックフライヤーズ座の入場料は、グローブ座の5から6倍ほども高価なものだった。 グローブ座の入場料は1ペニーないし6ペンスであったが、ブラックフライヤーズ座は6ペンスないし2シリング6ペンスであり、前者の最高級席が、後者の最も安い席と同じ額なのである。したがって、グローブ座に加えて、ブラックフライヤーズ座での上演を行うようになってから、国王一座の収入は、公設劇場からだけでも2倍以上に増えているのである。 工術するように1613年にはグローブザ消失という災難が起きているが、かやぶき屋根をタイル張りに変えて再建するのに用した莫大な費用を賄うことができたのも、こうして着実に収入を増やしていたことが幸いしている。本拠地となる劇場に看護っていたために、台本や衣装などの全てを失わずに済んだことも大きく、1621年12月に、やはり火災で、 活動拠点のフォーチュン座を失った海軍大臣一座がその後整備していったこととは対照的である。1609年には再びペストが流行したため巡業に出ている。この年に9本の儀曲が宮廷で上演された。国王による庇護はこうした困難の伴う時期には大きな助けとなった。1603年、1608年、1609年、 1610年に、それぞれペストのために公演ができなくなった、国王一座へ、宮廷からの特別手当が支給されている。1610年は、平穏な年で、グローブ座では、オセローやジョンソンの、セジェイナスその他の作品が上演された。この頃、国王一座に増員があり、チャペルロイヤル少年劇団出身のベテラン俳優、ジョン・アンダーウッドとウィリアム・オスラーが参加することとなった。 1611年、ジョンソンのカテリーナが上演された。アーミンの代役をリチャード・ロビンソンが務めた他は前年のセジーナスと同じキャストであった。ジョン・ヘミングスは1613年には発生に難が出てきたと伝えられていることもあり、これがヘミングスにとって最後の舞台出演であったと考えられている。ヘミングスは1595年以来この劇団の 宮廷公園での報酬を受け取ってきた古株だが、舞台を去った後になっても経営者として、劇団の財政面で活躍し、修正国王一座を離れることはなかった。1611年10月から1612年4月にかけて、国王一座は、冬、物語や、テンペストを含む22本の作品を上演した。第二の乙女の悲劇を上演したのも、この時期である。 ロバート・ゴフが、メンフォニウス、リチャード・ロビンソンが、レティの役をそれぞれ演じたことがこの戯曲の原稿に記されている。1612年の1月12日と1月13日、いずれもトマス・ヘイウッドの手になる、安城を一座の日本の戯曲、銀の時代と、ルークリース領軸を上演するため、国王一座は安城を一座に合流している。 この時のキャスト一覧は現存していないが、当時の両劇団に所属していた俳優の顔ぶれから、10年ほど前に、区内大臣一座を脱退して、安城王一座へ移籍していた、クリストファー・ビー・イーストンとかつての同僚の久々の共演であったことが推察される。1612年から1613年の当期には、ジェームズ国王の娘エリザベス王女と、プファルツ先帝高。 フリードリヒ五世の婚礼を祝う壮大な祝宴が宮廷でも要された。国王一座は、シェイクスピア作品7本、ジョンソン作品1本、ボーモントフレッチャー作品4本を含めて20回もの公演を行っている。これらの作品の人気と国王一座のレパートリーに占める重要性を反映した結果といえる。シェイクスピアとフレッチャーの合作と言われる謎の作品、 カルデーニオもこの時に上演された。なお1613年6月8日、サボヤ広告大使が来訪した際にも、カルデーニオの宮廷公演が行われている。1647年と1679年に、刊行されたボーモントフレッチャーの二折り番著作集には1613年頃に、国王一座で上演された彼らの作品。 1614年から1615年の冬季宮廷公演は前年度の半分の8回に減ったが、翌1615年から1616 16年の冬季には再び14回にも理解している。1616 16年4月23日、国王一座の主力脚本家であるばかりでなく、東大随一の劇作家シェイクスピアが死去した。劇団の中心的な座き作家の役割を、 受け継いだのは、ジョン・フレッチャーや長年にわたり、フレッチャーと共同執筆を行った合作者たち、また1630年代になってから一層、知名度を増すこととなる、フィリップ・マシンジャーである。1616 16年には、ネイサン・フィールドが、国王一座に参加した。フィールドはこの頃すでに俳優として知名度も高く、国王一座への在籍期間は、 非常に短かったが、劇団のために、戯曲の執筆も行った。国王一座の主力俳優の一人、ジョン・ローウィン。ネイサン・フィールドによる、国王一座への貢献としては、戯曲、マルタ島の騎士を、ボーモントフレッチャーと共作したことなどが挙げられる。ボーモントフレッチャーの最初の二折り番長作集には、この作品が、 国王一座によって初演された際の主要なキャスト一覧が記載されており、バーベッジやフィールド自身のほか、ジョン・アンダー・ウッド、リチャード・シャープ、ヘンリー・コンデル、ロバート・ベン・フィールド、ジョン・ローウィン、トマス・ホル・コムラの名前が見られる。この初演の日付は不明だが、フィールドが加入した1616 16年からバーベッジが死去する1619年の間であることは確かである。フィールドは、 この時期、ジョージ・チャップマン作ワシー・ディ・アム・ボーイズでも主演している。この作品は長らく国王一座のレパートリーとなり、フィールドの後はテイラーが主演を務めた。1619年はこの劇団の歴史上重要な年である。国王一座の拠点となっていたブラックフライヤーズ座の立っていた高級住宅地ブラックフライヤーズの近隣住民は、 自分たちの住居の近くに劇場が存在することを心よく思っていなかった。その多くが裕福で政治的、社会的に影響力の大きかった。この住民たちが観客たちの雑踏によって彼らが教会へ通うのが妨げられているとして劇場の引き起こす交通問題に対して不平の声を高めたのである。こうした地元の不満の声を知りけるため、 国王市は1619年3月27日付で新しい直居を取得した。この直居場において当時の共同株主12名の名が挙げられている。バーベッジ、ローウィン、ヘミングス、コンデルといった子さんに加え、ウィリアム・エクルストン、ロバート・ゴフ、リチャード・ロビンソン、ニコラス・トゥーリー、ジョン・アンダー・ウッドらの中堅、ネイサン・フィールド、ロバート・ベン・フィールド、 ジョン・シャンクといった新参がその顔ぶれである。ジョン・シャンクはダンスとドタバタ喜劇を得意とし、その後国王一座の主要な同契役者となった。シャンクは国王一座へ参加する前から、ペンブローク博一座や女王一座などいくつかの劇団で、数十年にわたる経験を積んだベテラン俳優である。1610年から1613年までは、海軍大臣一座にも在籍していた。 シャンクは1615年に看板俳優、ロバート・アーミンが死去した後にはその地位を受け継いだと考えられる。またトマス・ホルコムや、ジョン・トンプソン、トマス・ポラード、ジョン・ハニーマンといった見習いの指導役にも当たった。ロバート・ゴフは、1591年に、7つの滞在に、少年俳優として出演した頃から、おそらく国王一座の俳優たちと関わりを持っていた。 ゴフは1603年にトマス・ポープから遺言書によって遺産を受け取っているほか、1605年にはオーガスティン・フィリップスの遺言書にも署名しており、おそらくその妹と結婚したと推定されている。ゴフは俳優として名を挙げることはなく、どのような役を演じたかについての記録はほとんど残っていない。1619年3月13日、名優リチャード・バーベージが死去した。 同年の4月内し5月に、バーベッジの抜けた穴を埋めるため、チャールズ王子一座から、ジョーゼフ・テイラーが移籍し、シェイクスピアが創作し、バーベッジが主演してきた、ハムレットや、その他の重要な役を演じることとなった。1619年5月、宮内大臣であった第三代ペンブローク博、ウィリアム・ハーバートは同僚にあてた書簡の中で、他の人々は、感激に言っているが、自分は、 非常に脆いので、長く悲いにしてきたバーベッジがいなくなって間もないのに、芝居を見に行く気にはとても慣れないと書いている。ジョン・フレッチャーとの合作で、多くの優れた作品を書いた、劇作家、フランシス・ボーモント。シェイクスピアなきと国王一座の主力劇作家の地位を、継いだジョン・フレッチャー。1619年8月、国王一座は、 政治的なテーマを扱っているため論議の的となったフレッチャーとマシンチャーの共作サージョン版ウォールデン、バーナベルトの初演を行った。また、フレッチャーのザ・ユーモラ・スルテナントを上演したのもバーベジを失った直後のこの時期である。ボーモントフレッチャーの二折り版著作集記載の出演者一覧では、コンデル、ローウィン、シャープ、ベンフィールド、テイラー、エクルストン、 アンダーアウッド、ポラードの名が見られる。テイラーとコンデルの名が共に挙げられている出演者一覧はこれ、以外に現存していない。この後間もなく、コンデルは舞台を去ったと考えられている。翌1620年、国王イ,イチザは、さらなる打撃に見舞われた。ネイサン・フィールドが33歳の若さで没したのである。フィールドに代わる株主は、ジョン・ライスが引き受けたが、この人物は、 劇団の歴史の中においても詳細の明らかでない人物である。ライスは以前から少年俳優として活動しており、1607年から1610年の間はヘミングスのもとで見習い修行をしていた。1611年にエリザベス姫一座が旗揚げをした際には創設メンバーの一人となっている。1619年には国王一座へ復帰し、 サージョンバン・オールデン・バーナベルトなどに出演しているが、1625年、ないし1626年には舞台を退き、教会に新たな職を見出している。ヘミングスは1630年に作成した遺言書において、ライスをサザックの教区の聖職者と呼んでおり、関在人に指名している。フレッチャーと合作者たち、とりわけ、 マシンジャーとの合作が1619年から1622年の国王一座のレパートリーの大部分を占めている。フレッチャーの単独作ウィメンプリーズドやフレッチャーとマシンジャーの合作ザ・カスタム・オブ・ザ・カントリー、ザ・リトル・フレンチ・ローヤーなどがこの時期に国王一座によって上演されている。ボーモントフレッチャー著作集の出演者一覧では これら3作とも同じ俳優の名が連ねられている。1621年頃、国王一座は、ジョン・ウェブスター作、マルフィ公爵夫人を再演した。この儀曲は2年後の1623年に、初めて出版されたが、この本には、国王一座による1614年の初演時と1621年の再演時の出演者一覧が、両方とも収録されている。 これらを比較することにより、国王一座の変化した面と安定していた面とが同時に見て取れる。両公演において、トゥーリーとアンダーウッドは狂人の役も兼ねている。常任のメンバーや株主に加え、4人の雇われ俳優と少年俳優が出演している。パラント、ポラード、シャープ、トンプソンがその4人だが、パラントが3役以上を演じていることを含め、1人に、 役がしばしば行われていたことが注目に値する。ジョン・トンプソンは1620年代を通じて女性の役を演じ続けた。この時代に国王一座と共演したもう一人の少年俳優にリチャード・バーチがいる。バーチは1616 16年から1619年にかけてジョンソンのボルボーネや錬金術師において女性の役を演じた。 フレッチャーとマシンチャーの合作ザシー・ボエッジは、1622年6月22日に、旧定宿典局長の検閲を経て、上演許可が下りている。ボーモントフレッチャー著作集に抜粋されている、出演者一覧には、ジョーゼフ・テイラーやウィリアム・エクルストン、ニコラス・トゥーリー、ジョン・ローウィン、ジョン・アンダー・ウッドらの名が並んでいる。百二十二年十二月十六日、 国王一座は、フレッチャーとマシンジャーによる、もう一つの共作ザ・スパニッシュ・キュリットを宮廷で上演した。前景書の一覧では、テイラー、ローウィン、トゥーリー、エクルストン、トマス・ポラード、ロバート・ベンフィールドらが列記されている。喜劇役者のトマス・ポラードは、雇われ俳優であって、劇団の共同株主ではなく、明らかに、ジョン・シャンクの見習いであったことから、 国王一座に参加したのが1615年以降のことであったことがわかる。国王一座に参加する以前から喜劇俳優として海外でも名高か,かったウィリアム・ケンプもシェイクスピアの作品を演じた主な俳優としてファーストフォリオに名が記されている。1623年はヘミングスト・コンデルによって最初のシェイクスピア全集であるファーストフォリオが編纂。 上司された年であるこのファーストホリオの冒頭には、シェイクスピアの戯曲を演じた26人の主要な俳優の一覧が掲載されており、過去30年間にわたる、宮内大臣一座、国王一座の主だったメンバーの総合的な名簿を知ることができる。1603年の最初の直居に名を挙げられていた8人に、加え、ウィリアム・ケンプ、トマス・ポープ、ジョージ・ブライアン、ジョン・ローウィン、 サミュエル・クロス、アレクサンダー・クック、サミュエル・ギルバーン、ウィリアム・オスラー、ネイサン・フィールド、ジョン・アンダー・ウッド、ニコラス・トゥーリー、ウィリアム・エクルストン、ジョーゼフ・テイラー、ロバート・ベン・フィールド、ロバート・ゴフ、リチャード・ロビンソン、ジョン・シャンク、ジョン・ライスがその全てである。創生したサミュエル・クロスと同様、サミュエル・ギルバーンの生涯も謎に包まれており、詳細はほとんど知られていない。 ギルバーンはオーガスティン・フィリップスの見習いであり、フィリップスが1605年に作成した遺言書では大きな遺産を配分されていた。また、主要な俳優に含まれていることからも国王一座の株主の一人であったことはほぼ間違いない。フィリップスの死後に劇団で後を継いだのもギルバーンであった可能性があるが、いずれにせよその数年後にはギルバーンも死去している。 1623年のいつしか、ベテランの同契約者、ウィリアム・ローリーが、国王一座に加入して、舞台生活の最後の2年を同劇団で過ごすこととなり、翌年に上演された、A ゲームアット・チェスでは太った主教の役を演じている。安城一座とその拠点の劇場レッド・ブルザで、主演俳優であったリチャード・パーキンスも1623年の終わり頃に、 国王一座へ参加している。1624年、エリアード・スワンストンがエリザベス姫一座を脱退して国王一座に加入した。それまでにエリザベス姫一座から国王一座へ移籍したベテラン俳優にはネイサン・フィールドやジョン・ライス、ジョーゼフ・テイラーなどがいる。スワンストンは国王一座在籍期間中、オセローの役を演じていたという記録が残っている。 国王一座で上演した A ゲームアットチェスをめぐる筆火事件をきっかけに筆を折った劇作家トマス・ミドルトン。また1624年にはロバート・ゴフの死やトマス・ミドルトン作の政治的な風刺劇、A ゲームアットチェスの上演といった出来事があった。ある劇団が一つの儀曲を二日続けて上演することのほとんどなかった当時としては A ゲームアットチェスの公演は 同年8月6日から16日までの日曜日を除く連続9日間という先例のないものであった。工業的には成功を収めたが内容が過激だったために劇大関係者が数密院から起訴、投獄され罰金を課されるという事態に立ち至った。1625年、国王一座は大きな不安の種を抱くこととなった。この年の3月27日に 劇団のパトロンである国王ジェームズ一世が死去したのである。新国王チャールズ一世にはすでにお抱えの劇団、チャールズ王子一座があったため、強力な後ろ盾をなくすのではないか。そもそも国王一座という名称を今後も使用できるのかと懸念せざるを得ない事態である。しかし彼らの懸念をよそに、チャールズ一世は国王一座への講演を惜しまない旨をすぐに表明した。 国王一座がすでに確立していた国内最高の劇団という名声のたまものである。チャールズ一世の即位の後、チャールズ王子一座は解散して3人の俳優、トマス・ホップス、ウィリアム・ペン、アンソニー・スミスが国王一座に合流した。このように国王一座の高い聖望に惹かれていた劇団から主力俳優が移籍してくることが多くなり、 この頃のロンドンの劇団は事実上国王一座の一人勝ちのような状態となっていた。リチャード・パーキンスのように新しい劇団ヘンリエッタ王妃一座の旗揚げに、際して主演俳優となるため国王一座を離れる者もいた。国王一座は1626年後半にマシンジャー作ザ・ロマン・アクターの初演を行った。この時の出演者の一人に新人の少年俳優、 ジョン・ハニーマンがいる。その後3年にわたり、ハニーマンは、ロドウィック・カーレル作クザ・デザービング・フェーバリ a のクラリンダ役や、マシンジャー作クザ・ピクチャーのソフィア役など、数多くの女性役を演じた。しかし17歳になった1630年以降、ハニーマンは、ジョン・クラベル作クザ・サダード・シチズンのスラ役を、皮切りに、大人役へと転向し、その後女性役を演じることはなかった。 1626年から1632年の間国王一座で女性の役を引き受けていた、もう一人の少年俳優に、ウィリアム・トリックがいるが、その後の活動は知られていない。1627年12月には最古産の一人、ヘンリー・コンデルも奇跡に入った。コンデルの死後、国王一座の所有する、劇場ブラックフライヤーズ座とクローブ座の株式は、 遺族が相続することとなった。1630年、以前から問題となっていた、ブラックフライヤーズ座と近隣住民の対立が再燃した。1631年にブラックフライヤーズ座の資産買収を検討する委員会が発足して、劇場の退職期限が切れるまでの14年にわたる、国王一座の不動産投資額を2900ポンド13、シリング4ペンスと評価した。 しかしこの金額は劇場使用料とその利子を合計したものに過ぎない。これに対して国王一座は自ら資産の明細を作成し、全体では委員会による評価額の7倍になる2万1900ポンドになると反論し、劇場の不動産買収の動きを退けた。1630年、ついにコンデルと並ぶ劇団の中心人物ジョン、ヘミングスまでもが死去。 グローブザとブラックフライヤーズザの株式は息子のウィリアム・ヘミングスが相続した。5年後にウィリアム・ヘミングスは自分の株式を処分するが、これが劇団内に波紋を引き起こすこととなる。新人の少年俳優、スティーブン・ハマートンが国王一座に参加した1632年はリチャード・シャープが没した年でもある。もともと少年俳優であったシャープは、 マルフィ公爵夫人の初演と再演の両方に公爵夫人役で出演した後若い男性役に転じて主演俳優の座を務めているがハマートンもその1 0年で同様の道を進むこととなる1633年には国王一座と宮廷宿典局長ウィリアム・ハーバートとの間で結局の内容をめぐったトラブルが起きているフレッチャー作 ジャジャウマ鳴らしが鳴らされてが下凡で、不別的な内容であるとして、ハーバートによって上演が禁止されたのである。国王一座は急遽演目を、ボーモントフレッチャー作ザ・スコーンフル・レディに変更することとなった。10月21日、ハーバートは国王一座の演出家、エドワード・ナイトにあてて、ジャジャウマ鳴らしが鳴らされての、冒頭的で下品な言葉について記している。 10月24日、ジョン・ロー・ウィンとエリアード・スワンストーンはハーバートに正式に謝罪した。この事件の後、国王一座は自分たちの旧作についても再演に備えて台本をハーバートに提出して再検査を受けることにした。こうした措置自体も前例のないことであったが、要はハーバートにそれまで以上の謝礼を支払うようにしたということである。翌月、 フレッチャーの台本は適宜修正され、国王一座は11月26日と11月28日に、セントジェームズ宮殿において、ジャジャウマ鳴らしと、ジャジャウマ鳴らしが鳴らされての連続公演を、国王夫妻の面前で行った。ハーバーといわく、シェイクスピアの作品は好評だったが、フレッチャーの作品は非常に好評であった。劇作家としてだけでなく、 詩人としても優れた才を発揮し、シェイクスピア、ソネット集に登場するライバル詩人とも目される、ジョージ・チャップマン。ホメロス、イリアス、オデュッセアの英訳者としても知られる。1634年4月7日、国王・イーチザは、ジョージ・チャップマン作バシー・ディ・アム・ボーイズの、宮廷公演を行った。エリアード・スワンストーンが主演であったと伝えられている。この頃の看板俳優は、 ジョーゼフ・テイラーであったが、テイラーはすでに白いものが頭に混じり始めており、主人公の若い情熱家を演じるのには不向きだったためである。この作品は1638年3月27日にも、宮廷で再演された。1635年、ウィリアム・ヘビングスは1630年に死去した、父から相続した劇場の株式を売却することに、決め、 ブラックフライヤーズ座の2株とクローブ座の3株をジョンシャンクに譲渡している。これを受けて国王一座の俳優エリアード・スワンストン、トマス・ポラード、ロバート・ベンフィールドの3人が宮内大臣である第4代ペンブローク博、フィリップ・ハーバートに対してこの株式を購入する機会を自分に与えてほしいと願い出た。この問題に関する事情を明らかにする資料としてこれら人の者や ブラックフライヤーズ座の経営者、カスバート・バーベッジ、ジョンシャンクラの間で交わされた書簡が現存している。3人の請願者たちが劇団の株式の配当によって、それぞれ180ポンドの収入を前年に得ているというシャンクの証言など、1635年、頃の国王一座の経済事情を伝える情報が、これらの書簡から見て取れる。人がを始めた時点での、 ブラックフライヤーズ座の株式配分は以下の通りである。シャンクが2株、テイラー、ローウィン、アンダーアウッド、カスバート・バーベッジ、コンデル夫人、ミニフレット・ロビンソンの6人がそれぞれ1株ずつ。またグローブ座の16株はカスバート・バーベッジとロビンソン夫人がそれぞれ3株半、シャンクが3株、テイラー、ローウィン、コンデル夫人が各2株を所有していた。 ペンブロークハク・ハーバートは、バーベジとシャンクの抵抗を退け、問題の株式を請願者3人に売却する、よう以前からの株主たちに命じた。1636年、国王一座は、チャールズ一世の巡行に同行した。被護者の旅の慰めとなるためだが、1636年から1637年にかけて、 ロンドンで流行したペストとそれに伴う劇場の一時閉鎖期間をしのぐためという理由も加わっていた。この年、喜劇役者ジョンシャンクが没している。1630年代後半から国王一座は、ウィリアム・カートライト作「ザ・ロイヤル・スレーブ」や、ジョン・サック・リング作「アグローラ」のような、王妃ヘンリエッタ・マリア・オブ・フランス・お気に入りの、帝神たちによって書かれた作品も取り上げて、上演するようになった。 貴族の作品だけあって豪奢な衣装が用意されたが、これらは報酬として劇団に払い下げられた。この時期から国王一座のレパートリーは貧弱になってゆく。新作が上演される機会は減ってゆき、時折舞台に乗せられる新作はおおむね貴族たちが手慰みに書いたものばかりで、重要なのは作品の出来よりもそれを演じて助成金を得ることであった。 1642年9月2日、新京都革命とこれに誘発された、イングランド内戦が勃発して間もない頃、ロンドン市内の統治権を掌握した、議会内の新京都は、すべての劇場に対して、閉鎖命令を出した。これによって、密かに活動を続ける者は少数ながら残っていたが、事実上ロンドン市内での公的な上演活動は禁止された。 1646年3月24日にまだ残存していた国王一座は過去3年半分の未払い金を支払うよう政府に要求しているがこの間どのような活動をしていたのかは明らかでない1647年頃には当局の許可を得ない違法の上演活動が一般的になっていたがこれに関しても詳細は不明の点が多い1647年には ボーモントフレッチャーの二折り版著作集が刊行され、十人の俳優が国王一座の名義で検事に署名している。ロバート・ベンフィールド、テオフィルスバード、ヒュー・クラーク、スティーブン・ハマートン、ジョン・ローウィン、トマス・ポラード、リチャード・ロビンソン、ジョーゼフ・テイラー、エリアード・スワンストン、ウィリアム・アレンが、その十人であるが、このうち最初の七人は、 1648年1月28日付の契約書にも株主として署名しており、国王一座がこの時点で復活していたか、少なくとも復活する予定であったことがわかる。しかし、同年7月には支払いができなかったために、国王一座の復興は失敗に終わっている。1648年から1649年にかけての冬、 国王一座のベテランよりは若い俳優を中心にして再度劇団を立て直そうとの試みがなされた。この動きに参加した16人の中には1642年以前から少年俳優として国王一座に参加していたウォルター・クラウンやチャールズ・ハートらがいる。この二人に新しいメンバー8人が加わって出資者となる室内装飾業者。 ウォルター・コンウェイとの間で1648年12月27日に契約書が作成された。しかし1649年初頭にロンドン当局の徹底的な弾圧に遭い、ここに国王一座再建の夢は完全に絶たれた。最後の少年俳優、エドワード・キナストン。女性役を声変わり前の少年が女装して演じるというイギリスルネサンス演劇の伝統は、 王政復古期には失われた。1660年の王政復古に伴い劇場の活動は正式に再開したが、禁止令以前からの俳優や劇作家はほとんど残っておらず、イギリスルネサンス演劇の技術と伝統の大部分は失われた。女性の役も女性が演じるようになり、それまでの演劇の特色の一つであった少年俳優という職業は消えた。また、 かつて一般的であった公設屋外劇場もなくなって上流階級向けの高価な屋内劇場がとって変わることとなった。国王一座という劇団が新たに設立されたが王室がパトロンであるということ以外に国王一座とは何ら関係のないものである。新しい国王一座をはじめとするこの時代の劇団が担った王政復古期の演劇は 全く新しい基盤を持つものであった。エリザベス朝演劇やジェームズ朝演劇の作品は王政復古期にあっても主要なレパートリーであったが、多くの作品はルイ14世時代のフランス演劇の影響を受けた新しい時代的風潮に適合したものだったのである。その代わり、多くの場面、大勢の登場人物、ごったにの様式といったエリザベス朝時代の特色が、 王政復古期の喜劇の中に残存することとなった。ありがとうございます。